ストップにちゃんと回転をかける方法。OK。ストップにちゃんと回転をかける方法。ストップはこれ、あの回転をやっぱ絶対かけます。ストップはやっぱあの合わせのストップはなしです。こういうのは遅いですよね。テンポ見てて。確かに。こういう浮いちゃうんですよね。テンポ遅いです。チャンスボールですよ、これ。うん、打ってくださいってです。だから打球点はすごく速くして、これなんですかね、打点を速くしたこの反動で切れるんですよね、ストップが。この感覚で切れるんですよ。こう上がると、こうやって自分からこうやってやらないと切れないんですけど、この速いところだったら勢いでそのまま迎えに行って、ブツッと切るんですよ。だから、速くするだけで切れるです。正直なの。その切るポイントとかはそんなあんまりないです。正直。むしろ自分でこう切りすこう、こうやってやると難しい。これ難しい。だから、その早いタイミングだけちゃんと取ってあげる。これ切れてるんで、ちゃんと。こうやってやるんですけど、まあ切れてるんで。まあ、その迎えに行く反動をこの利用して、こうやって短くですね。で、ちゃんと切ってあげた方がいいよ。ね、もう大学生みんなそうでしょ。みんなストップ切れてるでしょ。みんな大学生の一部の子たちは思いながら、こうやってストップを切るのが当たり前なんで。でちょっと、まあ、あのおまけなんですけど、あのスポこれでもっと短くいったら、なんですかね、台から出ないように出す方法は、ちょっと横を加えるっていうやり方ですね。このちょっと巻いて、気持ち横を入れるっていうのが一つ面白いんですよね。そうすると、あのもっと短くなります。だから正面から捉えると、ちょっとやっぱ出やすいんですよね。そのサーブの回転がナックルだったりしたら、ちょっとこうやっぱ敏感になって出やすいので、だからちょっと横を入れると。なんか逃がすような。回転をこう逃がして、と自分の結構そのなんていうんですかね、いや結構突っ突きに横とかを入れるんで、横入れると収まるんですよね。だからストップもちょっとこう横入れてあげるといいかなと思います。最初に横入れて、で多分横入れると面白いね。この後次打これなかなか返せないですよね。これで次打てるんですよね。横入れると真ん中来ます。次返ってくるの。大体こうやってやると。これ横のストップを合わせると返せない返せないバチバチ効いてる。やっと次打てるんで、あ結構これ、ね、自分はよく使います。こう横こうなんですか、面ただ本当に巻き込みサーブみたいな感じですよ。特別なものないです。本当にこうやってでストップちょっとこっちのカーブ回転かけてあげて、あそうすると合わせるとみんなどうなると思います。こうやっぱ上がるんですよね、横だと、はいはい、ちょっとボール 2,3 個分上がってくるんで、そこ真ん中よく自分の試合の展開で多いですね。まあ、そういうのをちょっとはい、はい、こうやってやって次を狙うっていう。でもちょっと彼はブロック浅いですね。返された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 。ちょっと彼上手いなって感じですけど、まあ、あの普通の一般の選手であればもう先に攻めた方がやっぱり有利なんで、今みたいな感じでやると効くかなと思います。まあよかったらやってみてください。